酸素のだけ嗅がせてもらえれば、うん、いいな、いいな、私になくて、じゃあちょっと待ってください、見なくて、見なくて、さくらさん、ごめんなさい、放線処置1分開けてもらっていいですか。はい、手放せじゃないですか。この辺でしょ、この辺辺にあるとかして、でカメラをもうちょっと左側に見て、左みゆちゃんにかぶる、そうですか、左がこう、うん、こうじゃあさ、ナナちゃんさ、はい、出したらさ、そのままレントゲン室に話して、それで部屋ポポっていいんですよ。今レントゲン室から近いのに。レントゲン室で部屋ポポ。じゃあ OK っす。レントゲン室下使ってる？これ使ってね。これ使ってね。これ終わってない。置けないでしょ、まだ部屋ポポ。部屋ポポ取ってね。1分です。まだ何もやってない、はい、ナナちゃん、ナナちょっとお母さんとってもらって、はい、最近できるでしょ、まだ発送ね、330、ピチコ入ってない、2回入ってたじゃん、あらららら、光線照射当てられない入ります。よし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 。みず今手放すとさ、私引っかかれるから。待ってね。
った、勝った。あ、勝った、勝った、勝った。めちゃ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 。めちゃめちゃめちゃ。桜さんの撮影変わってくださいね。絞りします。
これ。そうか、加藤さん、この子って寄生虫予防する薬ってお家でつけてるんでしたっけ？はい、スパッとやってます。4月つけてます。はい、はい、じゃあ急にですね。はい、叶えないで、みゆちゃん、叶えないで。はい、取るだけだから。また吐いちゃうからやめて。じゃあ、ということね。はい。